マダム・グレコとジェルメーヌ・エミリ・クレブは20世紀に活動したフランスのファッションデザイナー。生涯の大部分をパリで送り、オートクチュール会でグランマダムと呼ばれ多くの著名人らに愛された。晩年はテレビのバラエティ番組などにゲスト出演し、そのエレガントな着こなしを最後まで視聴者に披露していた。彼女が立ち上げたデザインハウスの関連会社で、 香水を販売しているパルファン GRS は現在も営業を続けておりスイスに拠点を置いている。1942年のパリにグレという名のデザインハウスを設立。これ以前の1930年代頃にはアリックスもしくはアリックス GRS という名で活動していた。彫刻家としての訓練を受けていたグレはファッション業界に身を置きウォリス・シンプソン。 マレーネディート・トリヒ、グレタ・ガルボ、ジャクリーン・ケネディオナシス、ドロレス・デルリオなどを含むオートクチュールの提供を行った。グレの作品の特徴は、ガウンにおけるデザインの生地部分を表面へとさらけ出しながらも、なお古典的でかつ洗練された感覚を残した祭壇であった。オートクチュール末期のデザインハウスとして名声を得たが、その後、自身が堕落と呼んだ、 プレタポルテが市場を接見していった。グレという名前は、夫の名前と自身の名前、エーリアスから一部分を取ったアナグラムとなっている。夫であった、ロシア人の画家セルゲチェレフコフは、グレがデザインハウスを設立した後すぐにグレの元を離れていった。グレはデザインハウスにおいて大きな成功を収めたが、グレ自身が1988年に日本のヤギ通商に、 全世界市場の商標権を売却した後は規模が縮小された。2012年、パリにあるグレの最後の店舗が閉店となった。グレの代表的な香水は、ベルナールシャンにより製作されたカボシャールであり、1958年に販売が開始された。2012年3月時点において、カボシャールは生産と販売が続けられている。その他の香水としては、以下のようなものがある。 ありがとうございます。